伊勢本尊。まず嘘つきだ。破門されてるから。もう日蓮宗宗の信徒ではない。うん。全く関係ない。階段台も切り離された存在だ。解散処分イコール破門なの。もう日蓮宗宗と全く縁のない立正佼成会の人と同じなの。まあ、それで、言ってください、最後にもう。10年もいらっしゃったんでしょう。うん。破門されてまして、それは、ちゃんと文章とか残ってます。もう誰々が、その時当時30人ぐらい、その、明神会の時に、幹部の方が再会長筆頭に破門されてます。その破門されて、検証会が。どうやって構成力するんですか。階段のご本人とも全く切れてんだろ。あなた方は気持ちだけただこうつながってると思って込んでるだけで、全くけじめが切れ切ってんの。